ベアタは、米国ベアタ社により、オープンソースで開発されていたソフトウェアルータ。デビアン GNU、Linux をベースに開発されており、標準的な Linux コマンドのほか、他のハードウェアルータなどからの移行を容易にすることを意図したネットワーク管理やルータの機能を管理するための独自コマンドが用意されている。全員や VMWare などの仮想環境上の ゲスト OS としても動作させることが可能。また、それらのためのイメージも配布されていた。友情ライセンスのベアタサブスクリプションエディションとベアタプラスサブスクリプションサービスと無償で利用可能なベアタコアが用意されている。なお、無償版のダウンロードは2006年3月より開始された。2012年11月5日、ハードウェアベンダーのブロケードコミュニケーションズシステムズは、 ベアタの買収を発表した。買収時点では、オープンソースとして、サポートは引き続き続行されるとされていたが、その後、ブロケード社は、ベアタコアエディションの開発中止を決定した。これを受け、2013年後半より、オープンソースプロダクトとして、無償版からフォークされた BIOS の開発が開始された。2017年6月2日、AT&T が、 ブロケード社からベアとの資産を買収した。ありがとうございます。